アドルフ・クスマウル。アドルフ・クスマウルは、ドイツ人医師。ハイデルベルクで医学を学び、ルドルフ・ウィルヒョウのいたピュルツブルグ大学で、医学博士を得、1857年ハイデルベルク、大学教授、1859年エル・ランエン、大学内科部長、1863年フライブルク、大学内科部長、1876年、ストラスブルク大学内科部長、 ハイデルベルク氏名誉市民。1868年に地球上で初めて長さ4 7トル直径1 3ト、mm、ルの構成意境と呼んだ金属管を使用して生きた人間の胃の中を観察した医師。とは言ってもその時代には現在の内視鏡のようなファイバーなどはなく、まっすぐの構成意境を中国のドンケン氏にまっすぐ飲み込んでもらい観察したという。また、 稲内は当然真っ暗で、現在なら内視鏡の先から照明で照らせばいいのだが、ろうそくの火で何とか稲内を明るく見たという。その他、1866年には、自らの冒険例にて、血節性動脈周囲炎を発見した。1874年には、糖尿病性、血と足動質患者の呼吸について詳細に記載し、クスマウル呼吸と命名。 大脳の言語回路についても考察し、くすまうるみ役の命名者でもあるなど19世紀の医者の多門に漏れず多彩な活躍をした医師である。ありがとうございます。